あれは何ですの？見たところ話は通じなさそうね。おい、こっちに来るぞ。少し言われたくらいで泣かないで。どんなメンタルしてるの？まったく。今は任務中なのよ。ほら、チョコレート。これで元気出しなさい。わあ、チョコレート！やったですわ！所詮はお子ちゃまだぜ。獲物が来たわ。集中して。はい、ですわ。Stop!
ここまで来た甲斐があったわ。ああ、その通り。止まりですわ。先には進めないですの。近くにあるものを利用できるか試してみましょう。背後に気をつけて。
見つけたわ。こいつぶっ飛ばしてやるですわ。どうしたんだ？おい、見えねえぞエルザ。ちょっとは振り向かねえか。おい、このバカ野郎。目が覚めたのね。気分はどう？めまいはするけど、大丈夫みたい。身を挺して私を守ってくれたこと、感謝しているわ。だけど、私たちには魔王のタイムワープ魔法がある。私は決して死なないの。でも逆に、あなたたちは私から40メートル以上離れてはいけない。わかったわね。わかった。なんで女だってことを隠してたのさ。一部のモンスターは性別に敏感で、オスやメスの特徴が目に入るとより凶暴になるの。だからこの格好に落ち着いたというわけ。何？オスの特徴に反応するモンスター？会ってみてえな。サキバスみたいのだったりして。うへっ、うへへへ。あらら、自分の部下が懐かしくなっちゃった。魔王の生活って超乱れてそう。毎日サキバスとくんずほずれつだなんて。記憶がぼやけててどうにも思い出せねえが、シアラちゃん興味津々だな。もしかして羨ましいのか？何言ってんの。私はお姉様一筋だもん。あなたたちね。で、そっちも本当の名前を使ったらどうだ、ニーナちゃんよ。そうね。今まで騙していてごめんなさい。私の名前は、ニーナ・メルティ。ニーナでいいわ。オーケー。それじゃあ仕事に戻るわよ。前へ進みましょう。失われていくですわ。こいつを倒さないと前には進めないみたいね。それは悪い。Yeah!
あそこに誰かいるみてえだ。だが妙な気配だな。あの兵士、昔アーム帝国の軍団長だった人よ。帝国の武神大会じゃいつも上位に名を連ねてた。ちょっと様子が変だけど彼と話してみるわ。少しいいかしら。ダメ。なにこいつ、怖い。Thank you.
あれは帝国アシュラっていう雑誌で見たことある。一流のデーモンハンターだった人よ。彼女まで凶暴化してたなんて。となると彼女を助ける方法は一つ。この石棺、他のものよりも随分と大きいわね。開けてみましょう。何か見つかるかも。シアラ、手伝って。私のガトリングかキャノンで吹き飛ばしちゃえばいいですのに。中のものまで壊れたらどうするの？シアラちゃん、もしかして怖いのか？はあ？違うに決まってますの。隊長、私が手伝う。これは透明で青い光を放つ頭蓋骨。これがギルロス様の言っていた水晶のドクロね。思ったより簡単に見つかったですね。やどうやらそう簡単にはいかないみたいね。
これ全部お母様のコレクションなのかな。何この骸骨。綺麗。つけてみよっと。あれ、なんで取れない。お父様、お父様。こいつが地下城のボスネズミみたいね。さっさと駆除するわよ。
ですね。シアラ、下がって。うわ、頭が。そいつは俺様の女だ。なんですって。俺様の伴侶だった女だ。アリシア、アリシア、俺様だ、魔王だ、アリシア。石鹸、守る、消す、侵入者、食べたい。
守る。キス食べたい。キス。まだ間に合う。脳がまだ動いてる。おい、早く回復魔法を使え。魔王、もうよしましょう。バカ野郎、俺様の体はどこに行っちまいやがったんだ。もう一遍だけでいい。お前の顔を撫でてやれたら、俺様の言いつけ通りに何十年もこの聖剣を守ってたんだな。よくやったぞ。さすがは俺様の女だ。お前は立派に任務を成し遂げた。疲れたろ、アリシア。ゆっくり休むといい。エルザ、こいつを休ませてやれ。頼む。ええ。シャドーランだ。私の目に狂いはなかった。噂にたがわぬ実力だ。この短時間で全ての異物を集めてしまうとは。約束通り封印を解く方法を教えてもらいましょう。方法はこの図面に記されている。受け取れ。ありがとうございます。エルザ隊長、頼んだぞ。何としても厄災の女とグールの騎王を捕らえろ。奴らの犯した大罪を身をもって償わせるのだ。お任せください。悪に逃げ場はありません。食べ物の分際で口答えするとは。この匂い似てる。あのバイタ、あろうことか王は。しかしどうし、一体あなたのグールの食べ物は我らを。さっき言っていたバイタというのは誰？厄災の女のこと？Yeah!
ですの？これどこかで見たような。これは師匠のお母様の。え？隊長からどうぞ。これはバレン帝国で生み出された気空艇 AF7 モデル GN007。 このナンバーを忘れたことはないわ。確かここに子供の時の落書きが。お、落書きが増えてる。それ私が書いたの。あな、エヴァ、そう。俺様の名はケイン。魔族の間では戦争の神と恐れられていた。やがて俺様は魔族を支配し第27代目魔王となった。そして俺様は人間の領地アーム帝国に勝利した。帝国を支配し戦争を終わらせ魔族と人間が共存できるようにしたんだ。アーム帝国の皇位を継承した俺様は帝国の名をアーム連合帝国へと変えた。俺様はギルロスと共に全世界を統一した。どんな種族でも平和に暮らせる夢の王国を築くためにな。戦争なんざとっくに飽きたさ。女の柔らかな胸に抱かれ愛と平和のもたらす恩恵を味わう。それが俺様の夢だ。だが現実はいつも俺様の理想に背こうとする。邪悪な種族による侵略、そして内部の反乱。俺様は争いを鎮めるべく国中を奔走した。憔悴しきった俺様は苦悩に陥っていた。そんな折とある遺跡に隠された壁面を見つけた。そしてこの世界が破滅の輪廻から抜け出せずにいることを知った。壁面にはアーム連合帝国よりも強大な王朝が生まれては繁栄し、そして滅んでいった記録が細かく刻まれていた。ヴァロリア帝国、謎の闇勢力の侵略により壊滅。タラシア帝国、千年も雨が止まず全世界が沈没。アストリア帝国、すべての火山が噴火しマグマで覆い尽くされ消滅。アークトス帝国、百年に及ぶ寒波を受け国家が完全に凍結。イグニス帝国、大地震により崩壊。サイテリア帝国、暴走した魔法戦争により静寂へキス。俺様はとある事実に気づいた。エターナルフロンティアの強大な山脈に閉ざされた世界では野心は行き場をなくし厄災は氾濫する。王朝が繁栄の最高潮を迎えた時、壊滅のカウントダウンは始まる。均衡は破られ、すべては混沌と虚無に変える。そして輪廻が再び始まるんだ。エターナルフロンティアの外には何がある？誰にもわからない命の輝きに満ち溢れた新世界か、はたまた弱滅と荒廃の続く死の大地か。魔族の寿命は長い。あるいは神に何らかの意図があってのことだろう。魔族を滅びの訪れに立ち会わせるか、修正を率いて終焉の漆黒を断ち切るか。俺様は選択を迫られていた。他に道はない。賭けに出るしかなかったんだ。俺様はエターナルフロンティアを超える計画を打ち出した。その名も天元突破計画。様々なプランが提案され、計画は実行に移った。一部のプランは順調だった。帝国は大きな対価を支払ったが、俺様にはそうする価値があると思えた。しかし同時に反対勢力もいよいよ力を増してきた。楽園派と呼ばれる連中さ。だが俺様は屈しなかった。そんなある日、楽園派は俺様の首を取ろうと宮殿に乗り込んできやがった。俺様とギルロスは背中合わせに戦った。俺様たちにかかれば奴らなど赤子の手をひねるも同然だった。その時鋭い刃が俺様の胸を貫いた。俺様が痛みに耐えて振り向くと、そこにはギルロスの邪悪な笑顔があった。俺様は残りの力を振り絞って
自身の魂を頭蓋骨に移し、タイムワープ魔法を使い、そこから間一髪で逃げ出した。俺様はそうして体を捨て、魂の入った頭蓋骨で、エターナルフロンティアに突っ込んだ。ライトニングエリアを長いことさまよったさ。俺様は、雷や隕石、嵐に翻弄され続けた。記憶がだんだん薄れていって、すべては終わったかと思われた。運命のいたずらか、夢への衝動かは知らんが、俺様はライトニングエリアから墜落した。すると、超絶上玉の美女が、俺様を拾い上げたんだ。俺様は最後の力を使って、その女にこう尋ねた。ここはアーム連合帝国か、ってな。そうして、意識を失ったんだ。みんな、気をつけて。いい匂いだがや、上質な肉だぎゃ、久々にバーベキューといくか。戦う前に一つ聞かせて。変わったな、おぎゃ。いいがね、言うてみ。飛空艇に乗った銀髪の女性を見たことは。あいつか、あのトンドルンはわしが撃ち落としたんだや。ああ、腹が立つ、腹が立って仕方がねえ。あの女、わしを半殺しにしやがった。君は誰だ？あの女の知り合いか？私の母よ。やっぱり敵に情けをかけたの。こりゃええな。復讐、復讐だ。あの女の娘がくれた最高だぎゃ。
でっけえな。おい、大丈夫か？避けては通れないよね。頑張ろう。you
花お日様にかぐわしい花の香り、ここでお披露目したいな。シアラよ、トラウマにならねえといいが。やー、気づかなかったの？花畑の下にはいろいろと転がってるのよ。よく横になれたものね。誰？あたしの花園で騒いで。敵？飼育員さんはど、あれ？君？冒険者招待。トリコ？そう！この毛。その、さあ。なるほど。あなたがグール族のボスね。アナドレン、さすがはエヴァの娘だ。いかにも、我は新貴族の王、新貴王。そうと分かれば聞かせてもらうわ。母はなぜここへ来たの？彼女は今どこに？ほう、親子揃ってあっぱれだな。新？そうとも、我が一族をほふり、我をこの牢獄。げ、気づかれた。無様だ。完璧。なん？私は。Tough!
いるわけか。あなたたち一族の出現は偶然が引き起こしたバグなのよ。それを正すのが私たちの使命。いいぞエルザ、よく言った。なるほど、運命はそう選んだか。愛する者の娘に撃たれるのも悪くはないな。お前の母親が残していったもので。危ない、キルラス。いいぞ、力がみなぎってくる。俺たちまで力が強くなった。さすがはキルロスさんだ。素晴らしい、素晴らしいぞ。まるで全盛期に戻ったかのようだ。シャドーランナーの方々、エルザ殿、見事な働きであられた。どうか我々ドーンブレイカーに加わって。シュウ、余計な真似をするな。奴らは敵だ。敵？ついてくれ。全てを終わらせようじゃないか。その度胸、君たちにあったのだ。転送ドアをこじ開けた。なんてすごい魔法なの。今や失われた古の親戚の一つだ。奴に扱えたとはな。お姉様、私たちはどうするですの。見つけたわ。これってレコーダーボックスですの。メッセージナンバー140、こちらは飛行艦ホライゾン号の生存者、科学者のエヴァー・アレン。食料改良プロジェクトで大きな功績を挙げたことで、ギルロスは私を某機密部門へと移動させ、とある装置の開発に携わらせた。この装置は全工程の天元突破計画による産物の一つ、超原子核コンデンサーと呼ばれるものよ。1000倍以上もの密度で圧縮した魔導素を魔導回路の刻まれた魔導器に組み込むことで巨大な魔法を放つことができる優れものなの。この技術の実用化が進めばエターナルフロンティアでさえ難なく突破可能だと考えられたわ。そうすれば私は再び家族に会える。私は全力で研究に当たった。3000倍に圧縮した魔導素を防御結界の魔導器に組み込み、小さなネズミに魔法のシールドを与えたこともあるわ。ギルロスが一人目の被験者に立候補したの。彼はどうかしてる。でも誰にも止められなかった。5000倍に圧縮された魔導素による超結界、超再生、ソウルドーズなどの魔法が彼の心臓へと注入されたことで、彼は不老不死に近い存在となった。ギルロスは様々なプレッシャーにさらされていた。各界は臨時議会の解散を促し、真の選挙を望んでいたのよ。私は彼を助けようと仕事に励んだわ。その次は1万倍に圧縮された魔導素から小さな飛空艇をカバーできる防御魔法の実験だった。実験当日、空は晴れ渡っていた。全ては順調なはずだった。その日、あんな災難が訪れるとも知らずに、超原子核コンデンサーが作動すると圧縮された魔導素が制御を失い、臨界値を大きく上回った。それよりも問題だったのは、魔導システムが防御魔法ではなく見たこともない魔法を発動した点。魔法が発動した途端、巨大な暗い緑色の衝撃波が四方へと放たれた。魔導コンデンサーは過度のオーバーロードにより自爆。その時、私は全身の細胞が沸騰するかのような感覚に襲われたわ。まるで魂が引き裂かれるかのようだった。首元に何かが刺さったのを感じて、私は意識を失った。目が覚めた時、私は広場で十字架に貼り付けになっていた。そばではギルロスが演説してるの。彼はこう述べた。私がグール族と共謀し、世界を滅ぼそうとしていたと。故に、私を見せしめの刑に処すと。でも間一髪のところで謎の一味が現れて、私の枷を解いてくれたのよ。混乱の中、私はギルロスに近づき、我が一族に伝わる奥義、千八元山で彼の心臓を奪うと、謎の一味と共にその場を去った。後から知ったことだけど、
構築魔導機はギルロスの手によってデバウアーの刻まれた魔導機にすり替えられ、さらに実験装置のパラメータが改ざんされていたんですって。全ては政敵を一瞬で葬り去るためだった。たとえ 99% の民が犠牲となり帝国が滅ぼうとも、奴は一向に構わなかった。ギルロスの唯一の誤算は私が彼の心臓を奪ったことね。そして私の誤算は奴が一命を取り留めたこと。心臓は特殊な方法でギルロスとつながっている。彼には心臓の位置がわかるの。心臓を破壊するために様々な手段を講じたけど、混合魔法に守られた心臓には傷一つつけられなかった。私はやむを得ずにかくまってくれた人たちの元を離れ辺境へ向かった。遠ければ遠いほどよかった。辺境で孤児になった女の子と出会ったの。私と同じ長い銀の髪、エルザと同じくらいの年齢だったわね。私はその子を引き取って武術を教えた。彼女がこの世界で生きていけるように。数年が経つとギルロスはまた私に近づいてきた。どんなに離れていても彼と心臓とのつながりは立てなかったみたい。そこで彼の心臓をグール族に渡すことにしたの。かつてギルロスはグール族を滅ぼそうとしていたから、少しでも時間稼ぎになればその間に心臓を壊す方法が見つかるかもしれない。私は再び千八元山を使って封印されたグール族の領地を訪れた。でもこの種族あまり友好的じゃないのよね。どうなることやら。恩人殿。ギルロス。そうだ。ええ、では。タッ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 。主にまみえたければ拙者を倒してからだ。ギルロスのそばに物言わぬ剣豪がいるのは気づいていたわ。なぜアーも卑劣な人間に尽くそうとするの。拙者は強者とさえ戦えればそれでよい。いやー、これが戦闘狂ってやつですの。姉上様、ご託は結構。いざ尋常に勝負。
の人たちは。お主ら、春雨の恩人ではなかったか。なぜギルロス様と戦おうとする。そうだよ、ギルロス様は私らを助けてくれたのに。俺たちを導いてくれるのはギルロス様だけなんだ。みんな聞いて、この世界が崩壊したのはギルロスのせいなの。彼が。黙れ、ギルロス様を侮辱するな。さてはお前ら天空派の残党だな。そうだ、とっとと消えろ、天空派の知れ者どもめ。ニーナ、説得は諦めましょう。強行突破するしかないわ。わかった。お姉様、あれ見て。何よこれ。し、外したか。罪なき者を手にかけた気分は。ギルロス、貴様はこの私が殺す。正義の味方気取りか。さあ来い。ここは闘技場ですの。こいつらなぜ逃げない。さっきの惨状が目に入らなかったとでも。ギルロス様は世界最強だ。ギルロス様、奴らをぶっ殺してください。殺せ、殺せ、殺せ、殺せ。ただ愚民はもともと強者の餌でしかない。魔王よ、貴様が失敗した最大の理由は何だと思う。ガキ者の毒クズ野郎、早めに潰しときゃよかったぜ。いや、貴様が軟弱だからだ。弱者への投資、世界を救う生存エリアの開拓、笑わせる。場所が足りないのなら弱い者から殺せばいい。圧倒的な実力と絶対的な権力、それこそがこの世の真理だ。不死身となった私は無敵だ。いかなる厄災にも屈しない。いや、厄災は私か。フフフフ。ここで全員を皆殺しにしてから、私は貴様らの愛する故郷、未知なる空域へと向かおう。世界は私のものだ。工場は終わった。耳にタコができそうなんだけど。ザ・悪役って感じのセリフだったですわ。ああ、なんで悪役ってそう力だの権力だの支配だのにこだわるんですの。多様化が進んだ世界じゃ、みんないろんな趣味に興味を示すものなのよ。例えばシアラはエロ同人誌を書くのが好きで、魔王は美女のハーレムが好き、私は探検が好きとかね。それ今言う必要あったですか。いや、まあ確かに好きだ。ただ中には倫理と法律のボーダーラインに触れるような趣味もあるのよ。そういう場合は徹底的に潰してしまえばいいだけのこと。私の気高き理想と貴様らのくだらん趣味を同列に語るとは、許せん、許せんぞ。来なさい、その醜い一生を終わらせてあげる。
私には無限の再生能力がある。貴様の母親エヴァのおかげでな。黙れ、その汚い口でその名を呼ぶな。エヴァ、お願いだ。殺さないでくれ。許してくれ。全部お前にやる。全部だ。だが黙りなさい。私は帝国のためを思っ、私が間違っていた。だが私の研究はどれも価値の、君たちは善良なのだろう。人を殺すな。反対、死刑反対。私は法廷で裁かれる身で。死ね。お母様、会いたかった。エルザ、私のエルザ。お母様ね、毎日あなたのことを思ってたのよ。
私の可愛い子。もう二度と会えないかと思ってた。ずっとずっと怖かったの。ごめんね、エルザ。ごめんね。お母様のせいでね。こんなに大きくなって。顔を見せて。お母様、私もう子供じゃないのよ。まあ本当ね。素敵なレディーになっちゃって。私も年を取るわけだな。お母様全然変わってない。とっても綺麗。お母様は世界で一番立派な人よ。エルザ、お母様のこと怒らないの？全然。お母様がいない間、たくさんのことを学べたの。自分の使命だって見つけたわ。それに私信じてた。きっとお母様を見つけ出せるって。エルザ、神様が私たちを導いてくださったのね。ええ、きっとそう。もうどこにも行かない。ずっとエルザのそばにいるわ。お母様、この数年間たくさん苦労したんでしょう。地獄の試練を経験し、死ぬまで生きようとあがいた者だけが命の尊さに気づける。得られたものと比べたらこんなのへっちゃらよ。どんなに辛くても諦めずに前へと進み続ければ、きっと光は悪を遮る。そうよね、お母様。ええ、それがハンターの使命だもの。お母様はどうやってここへたどり着いたの？長くてスリリングな話になるけど聞きたい？